ご購買者の皆様、大変長らくお待たせをいたしました。それではこれより一蔵目の上場場が入場してまいります。それでは先頭の馬からご紹介してまいりましょう。上場番号1番は欠場でございます。上場番号2番はエスケンデレアの3区ルスナイサンバ2020 JRA 職員が騎乗いたします。負担重量の方は58キロでございます。上場番号3番はクレイターセカンドの3区プリミア2020騎士課程生徒の石田拓郎君が騎乗いたします。上場番号4番はマクフィーの3区になります。フローラルホームの2020 JRA 職員が騎乗いたします。負担重量の方は62キロでございます。上場番号5番です。ミッキーアイルの3区ルナフェアリーの2020 JRA 職員が騎乗いたします。負担重量は64キロでございます。なお本場でございますが左施設園により調教診断が遅れているため新規馬主限定選手から除外をさせていただきます。本日の騎乗競覧は慎重を期して他の馬より遅いスピードで実証いたします。あらかじめご了承いただきたいと思います。上場番号6番です。マクフィーの3区ユッコの2020こちらは騎士課程生徒川原田奈々さんが騎乗いたします。上場番号7番マクフィーの3区レディバゴの2020こちらは騎士課程生徒の小林美久さんが騎乗いたします。上場番号8番になります。クレイターセカンド月下美人の2020こちらは JRA 職員が騎乗いたします。負担重量は60キロちょうどでございます。上場番号9番になります。ビクターアルピサの3区ホットレックス2020こちらは騎手課程生徒の佐藤翔馬くんが騎乗となります。上場番号10番です。こちらの方は新種ババデクラレーションオブオーの3区になります。ババアウェンの2020鞍上でありますが騎手課程生徒の田口寛太くんが騎乗となります。上場番号11番です。ルーラーシップの3区インビジブルバンの2020 JRA 職員が騎乗いたします。負担重量は58キロでございます。上場番号12番です。ドレフォンの3区テンダーエモーションの2020 JRA 職員が騎乗いたします。負担重量は56キロでございます。そして上場番号の方は13番になります。失礼いたしました。12番まででございます。以上でございます。準備の方ができましたら向こう正面のスタート地点から1頭ずつスタートしてまいりますのでもうしばらくお待ちをいただきたいと思います。
それではお待たせをいたしました。上場番号2番ルスナイサンバ2020、これから騎乗狂乱をご覧いただきます。それではご紹介してまいりましょう。まず2ハロンが12秒4、そして1ハロンが11秒6、合計でありますが24秒ちょうどとなっています。続きまして上場番号3番プリニアの2020、馬の方はちょうど今3、4コーナー中間地点にかかっています。それではタイムをご紹介させていただきます。2ハロンが14秒4、そして1ハロンが13秒4、合計のタイムは27秒8でございました。続きまして上場番号4番フローラルホームの2020、馬はちょうど今3、4コーナー中間地点から4コーナーを目指しています。ただいま行われました上場番号4番フローラルホーム2020、タイムをご紹介してまいります。2ハロンが13秒2、そして1ハロンが12秒9、合計タイムは26秒1でございます。続きまして上場番号5番、上場番号5番ルナフェアリーの2020、馬の方はちょうど今3コーナーのカーブ、600メーター標識を今ちょうど通過したところです。上場番号5番ルナフェリーナ2020でございます。上場番号5番ルナフェリーナ2020、タイムをご紹介いたします。2ハロンが14秒5、そして1ハロンが12秒5、合計タイムは27秒ちょうどでございます。続きまして上場番号6番ユッコ2020、馬の方は今3、4コーナー中間地点に向かうところです。
序帳番号6番ユッコ2020タイムをご紹介いたします。2ハロンが14秒2、1ハロンが13秒1、合計タイムは27秒3でございました。続きまして上場番号7番レディバゴ2020、馬の方は3、4コーナー中間地点から4コーナーを目指しています。上場番号7番レディバゴ2020タイムをご紹介いたします。2ハロンが12秒5、1ハロンが12秒ちょうど、合計タイムは24秒5でございます。続きまして上場番号8番月下美人2020、馬はちょうど今600メーターハロンボを通過したところです。上場番号8番月下美人2020のタイムをご紹介してまいります。2ハロンが12秒9、1ハロンが12秒2、合計タイムは25秒1でございます。続きまして上場番号9番に移ります。ホットレックス2020、馬の方はちょうど今 3,4 コーナー中間地点にかかります。上場番号9番ホットレックス2020タイムをご紹介してまいります。2ハロンが15秒ちょうど、そして1ハロンが13秒1、合計タイムの方は28秒1でございます。続きまして上場番号10番ババアウェン2020、馬の方はちょうど 4コーナーに間もなくかかるところです。上場番号10番ババアウェン2020タイムをご紹介いたします。2ハロンが13秒3、1ハロンが12秒5、合計タイムの方は25秒8でございます。上場番号11番ですインビジブルワン2020、馬はちょうど今3コーナー600メーターハロンボを通過いたしました。上場番号11番インビジブルワン2020タイムをご紹介いたします。
2ハロンが12秒3、1ハロンが12秒5、合計タイムは24秒8でございました。そして一比べ最後の馬になります。上場番号12番テンダーエモーション2020、馬はこれから 3,4 コーナー中間地点にかかります。上場番号12番テンダーエモーション2020タイムです。2ハロンが13秒1、1ハロンが12秒ちょうど、合計タイムは25秒1でございます。以上1くらめ11頭の騎乗狂乱をご覧いただきました。続く2くらめに登場する馬たち、現在地下馬道の方で準備を行っております。馬場入場まで恐れ入りますが、今しばらくお待ちください。